この濃厚な旨味、そしてしっとりとした油の乗り、これこそ真のトゥンヌスの味わいですね。散々苦労させられた甲斐があったというものです。マサキはいい気味ですね。このトゥンヌスを味わうことなくランドセルへと戻るのですから。ええ、素直に大間の名物を楽しませては尺なので帰らせました。許可なく私の私物を処分した罰です。それよりも今回の出来事は想定外でした。せっかくバカンスのために大間へ来たというのに、まさか秘密の処理などというさじに煩わされるとは。何をしているか具体的には伏せますが、私は日々常人では想像もつかないほどの激務をこなしています。だからこそ時には休息が必要なのです。心身を癒しパフォーマンスを保つためにも、いくらセブンクラウンズといえども生身の人間、リフレッシュすることは大事なことですから。というわけで今度こそバカンスを楽しませてもらいます。この食事が終わったらあなたにも付き合ってもらいますよ。それはもちろん、ひと夏の思い出を作るのですよ。こうして改めて見てみると、大間の海もなかなか風情がありますね。ええ。とはいえ、ただ遊ぶつもりはありません。このバカンスを通して、あなたへの再教育を行います。あなたは純粋で、何でも正直に話してしまいます。それは美点なのかもしれません。しかし、その美点ゆえに、あなたには秘密が存在しません。人は本来、誰もが秘密を持つ存在。秘密があることこそが、健全な証とすら言えるでしょう。つまり、今のあなたは、歪な状態。ですから、秘密を持つべきだと、私は考えます。そうすることで、あなたは人間的に、より成長できるはずですから。もちろんすでに考えてありますよ。これからあなたはしばらく私と過ごすわけですが、私とどんな夏を過ごしたか、それを誰にも言ってはいけません。要するに、私との夏の思い出をあなたの秘密にするのです。ええ、むしろ最も話してはならない存在と言えるでしょう。家族同然に親しい相手にすら話せないもの、それこそが秘密なのですから。さて、どういう夏にしましょうか。あなたが自由に決めてくれても構いませんよ。どんなことであれ、私はあなたに付き合い。あの、させ、ちょっといいすか。何の用でしょう。私たちは忙しいのですが。申し訳ないっす。けど、お姉さん噂の一つよね。どんな秘密でも聞いてくれるっていう。なぜそんな話に。バカでかいクジラの事件のせいで大間中で話題になってるっすよ。お姉さんに秘密を聞いてもらえば心が軽くなるって。それでぜひぜひ俺の秘密も聞いてほしいんすけど。お断りします。夏季休暇中なので。そこなんとかならないっすかね。なりませんね。秘密ならば井戸にでも向かって打ち明けるといいでしょう。そうっすか。させん、お邪魔しちゃって。じゃあ俺はこれで。お、いいっすか少年、優しいっすね。やはりこうなってしまいますか。仕方ありませんね。この夏はあなたに付き合うと決めています。私もその秘密とやらを聞いてあげましょう。マジっすか、あざす。それで俺の秘密なんすけど、実は俺
好きな人がいるんすよ。そうですか。よかったですね。それでは。ちょいちょいちょい待ってください。それ自体は秘密じゃないんす。秘密っていうのは、俺、その先輩に告白する勇気がどうしても出なくて、いつも自分に言い訳ばかりして気持ちを伝えられないんすよ。それが俺の秘密っす。情けないっすよね。笑ってほしいくらいっすよ。ええ、実にありきたりな秘密です。ではあなた、彼のお望み通りに笑ってあげるといいでしょう。無理に笑ってくれてるのがすげえ伝わるっすよ。俺の自虐を真に受けてそんな頑張らなくていいっすから。何にせよ自分の本心をさらけ出せて少し心が軽くなったっすよ。秘密を聞いてくれて感謝っす。とはいえ問題が解決したわけじゃないっすよね。一体どうすりゃいいもんすかね。秘密は聞いてあげたわけですし、早々に解散したいところですが、あなたの顔を見ればわかります。彼の力になりたいと考えているのですね。であれば、結局のところこの問題を解決するまではバカンスなどできそうもありませんね。はあ、やむを得ませんね。特別に私が力になってあげましょう。え、本当すか？あざっす。ただし、ただ働きはしません。私たちのためにかき氷を買ってきなさい。それが条件です。もちろんお安いご用すよ。待っててください。秒で買ってくるんで。さて、それでは待っている間、暇ですし砂遊びでもしましょうか。お待たせっす。って、うお、いつの間にかえぐいクオリティの砂の城ができとる。5分くらいでこれ作ったんすか、パネ。ただの手慰みですよ。見とれていないで、早くかき氷を。ああ、そうっすね、すいません。ほい、二人ともメロン味、どうぞ。どうも。で、話を本題に戻しますが、要するに思い人と両思いになりたいのですよね。ええ、まあそりゃ。ならば泣いて喜びなさい。あなたがかき氷を買ってくる間に願いを叶えてあげましたよ。ん？一体どういうこと？ダーリー！え、先輩どうしたんすか？なんで急に抱きついて。だって嬉しくて、さっきのダーリンの情熱的な告白が。え、は、いや俺告白なんてまだしてな。もう照れちゃってるの。これからよろしくね、ダーリン。で、ちょっとストップ。少しだけここで待っててもらえるすか先輩。俺この人たちと大事な用事があるんで。お姉さんたち、一旦向こうに行きましょう。一体何が何だか分かんないっすよ。お姉さん、俺の願いを叶えたとか言ってたっすけど、もしかしてなんかそれと関係あったりするんすか？ええ、私が問題を解決してあげたのです。このようにコピーを作り出して。よっす。俺？コピーである俺が本人の代わりに先輩に告白してやったってわけっす。感謝してほしいっすね。砂遊びの合間にですよ。暇つぶしにもならないほどにたやすい仕事でした。ではコピーはもう用済みですし消えなさい。先輩を幸せにするんすよ俺。それじゃ。うっす。さて、二人は無事結ばれ、問題は解決しましたね。
これで満足したでしょ。そうっすね。急にこんなこと起こって頭が全然追いついてないっすけど、結果的に先輩と付き合えるんだし、これでいいのか。おや、勝手に私が告白を代行したのが良くないとでも言いたげですね。私は一番手っ取り早く確実な方法を取りました。実際に成功しましたし、何も問題はありません。あとはこの告白代行の件を我々三人の秘密にすればいいだけ。たった一つの秘密でみんなが幸せになれるのですよ。今回の件は悪い秘密だと？なら聞きますが、どうするべきだと思うのですか？そうっすよね。少年の言う通りっす。このまま直接自分の思いを伝えずに先輩と付き合ったって、きっと後悔するに決まってるっす。好きだと伝えられないから困っていたのでは？それはそうなんすけど、でも俺は先輩に気持ちを伝えてみせ。ダーリン、私のこと呼んだ？うわ、先輩、向こうで待っててって言ったじゃないっすか。待ちきれなくて。それでどうかしたの？気持ちがどうのって聞こえたけど。それはその、少年ありがとうっす。先輩、さっきの告白、あれはなんつうか一旦忘れてもらえないっすか。え、そのさっき告白したのは俺の超そっくりさんっていうか、とにかくあれは俺じゃなかったんす。だから改めて言わせてください。好きっす。付き合ってください。さっき告白してくれたあなたはね、情熱的でロマンチックで、私の欲しい言葉を全部くれた。まるで理想のあなただった。当然です。理想の彼を作り出したのですから、確実に告白を成功させるために。それに比べれば本物のあなたの言葉はとっても不格好。うわっ、そうっすよね。けどね、あなたの思いが直接伝わって嬉しかった。ありがとう。改めてこれからよろしくね、ダーリン。いいっすか。こちらこそよろしくっす。お姉さんと少年のおかげで気持ちを伝えられたっす。秘密二人に話してよかったっすよ。そうですか。では早く行きなさい。感謝してるっすよ。それじゃあ先輩、かき氷でも食べに行きましょうか。ようやく終わりましたね。しかし結局のところ、コピーが告白した時と本物が告白した時とで二人が付き合うという結果は変わっていません。余計な手間が増えただけなのでは。つまりあなたの言うところの悪い秘密を防げたと。ではせいぜい私とあなたはいい秘密を作るとしましょう。それにしてもあなたは以前と比べてだいぶ成長を遂げたようですね。この夏は私がすぐそばでその成長ぶりを確認してあげるとしましょう。私たち、縁起物で弦を担ぐというのもたまに。
なるほど。自由研究のためカブトムシを捕まえたいと。明日はそれに付き合うのも一興かもしれません。セブンクラウンズが虫捕りなど前代未聞ですよ。感謝するように。夏の風物詩の一つといえば音楽フェス。カルミナを模倣して歌ってみせましょうか。私自身の歌が聞きたい？まったく、特別ですよ。あなたはやはり誰彼構わずに助けてしまうのですね。私と共にいる間も大勢の人の手助けをしていましたが、それではあなたが夏を楽しめないのでは？ですので今回だけ特別に力を貸してあげましょう。私の分身たちに人々の悩みを解決させます。そうすればあなたが人助けをする必要もないでしょう。さて、こうまでしてお膳立てしてあげたのです。私との夏なのだから私に集中しなさい。他の何にも目をやってはいけません。いいですね。ようやく着きましたね。ここが美食家たちの間で密かに話題になっている店ですか。美食を楽しむというのも立派な夏の思い出の一つでしょう。美食殿に所属しているあなたならばなおさらのことです。私はさっきトゥンヌスなどを食べたばかりなので食事は遠慮しておきますが、食べ盛りのあなたならばまだまだ食べられるでしょう。というわけで私がおごってあげます。好きなものを頼みなさい。味は気になるので一口だけ食べさせてもらいますよ。いらっしゃい。うちは何でも美味しいけどおすすめは焼きとうもろこしやたこ焼きかな。まあ何でも好きなの頼んでってよ。って、あれ、そこのピンク髪のお姉さん、ひょっとしてどんな秘密でも聞いてくれるっていう噂の。だとしたらどうしたというのです？実は打ち明けたい秘密がありまして。はあ、いつになればバカンスを楽しめることやら。まあいいでしょう、話を聞かせなさい。その言いにくいのですが、私の兄が大間マフィアでして。大間マフィアですか。簡単に言えば大間の近海で密漁を中心に資金を稼いでいる連中です。ええ、おっしゃる通り、兄は数年前にマフィアになって以来組のために密漁をしているそうです。そんな兄をずっと止めたいと思っているのですが、誰にも相談ができず、私は一体どうすればいいのか。やれやれ、
あなたならばそう言うと思っていましたよ。こうなれば放っておくというわけにもいかないでしょう。仕方ありません。我々が何とかしましょう。本当ですか？ありがとうございます。さて、例の大間マフィアはこの辺りにいるはずですが。ああ、向こうの男性ですね。大量大量っと。このアワビがランドセルへ売れりゃいい金になったんだが。サテュレイトレイ。ジョー！まったく歯ごたえがないにも程があります。わざわざ私が出張る必要などなかったかもしれません。それにしても大間マフィアは懲りませんね。ランドソルへの密売ルートは私が完全に潰したというのに。あんたがルートを潰しただと？もしかしてあの貴族のおっさんが捕まったのは？ええ、ご想像の通り。あの件には裏で私が関わっていました。以前ランドセルでは大間さんの密漁品が大量に流通していました。その密漁品の取引に関わっていたのがある貴族です。彼は賄賂を受け取り、密漁品の輸入を見逃すよう指示を出していました。そんな貴族の秘密、つまり汚職を暴いたのが私です。結果、彼は罪に問われ投獄されることとなりました。そのせいでランドソルへ密漁品を輸出できなくなっちまった。おかげさまで収入は激減。大間マフィアは大打撃を受けた。仲間も減って惨憺たるありさまよ。だから俺たちは報復措置を取ることにしたのさ。報復ですか？ああ、そうさ。なあ、俺たちマフィアにとって何が一番大切だと思う？メンツでしょ？その通り。泣き寝入りしてちゃマフィアの名が廃るってもんだろう。今まで密売品をありがたがってたランドソルの連中が涼しい顔を決め込んでやがるのも気に食わねえしな。資金？だいぶ稼がせてもらったからな。まだまだあるんだぜ。その金で今俺の仲間が飛空艇をチャーターしてる。何をするかわからねえって顔だな。そりゃそうだよな。だが特別に教えてやるよ。飛空艇を使ってランドソル上空から魔物と呪物を降らせてやるのさ。空からじゃナイトメアも防げねえさ。計画を放っておけば甚大な被害が出るでしょうね。その襲撃はいつ実行されるのですか？もう間もなくさ。だから喋ってやったんだ。何をどうしようと計画が阻止されることなんてありえないからな。とのことですが、あなたはどうしたいですか？なるほど、そうですか。では力を貸してあげましょう。はっ、何をしようと無駄さ。ランドソルまでの距離を考えてみろ。絶対に間に合わん。そうとも限りませんよ。私を見くびらないでもらいたいものですね。例えば、そう、私の分身をこうやって変化させれば。なお、人間が飛空艇に化けた。そんなバカなことが。これに乗ればランドソル襲撃に間に合うかもしれません。馬鹿げた計画は早く片付けて、今度こそバカンスを楽しませてもらいますよ。ああ、
そうそう、一応お伝えしておきます。あなたの弟が言っていましたよ、密漁なんてやめてほしいと。毎日あなたを心配していたそうです。ですがもう心配をする必要もなくなりますね。私が動く以上、あなたの組は今日で終わり、密漁ビジネスなんてできなくなってしまうのですから。化け物め。褒め言葉として受け取りましょう。負け惜しみを言う暇があったら、就職活動の準備でも始めるのですね。さて、それでは行きましょうか。ランドソルをスクートしましょう。かなり小型の飛空艇ですが、乗り心地はなかなかのものでしょう。マフィアたちに追いつくまで空の旅を存分に楽しみなさいと言いたいところですが、少々問題が。風が弱く、想定よりもスピードが出ていません。このままでは襲撃までに間に合わない可能性があります。その場合はただの遊覧飛行になってしまいますね。私は構わないのですが。風が強くなってきましたね。なるほど、プリンセスナイトの力で大気中の風を司る精霊を強化したのですか。いい速度が出てきました。これなら大間マフィアに追いつけます。立派に能力を応用できるようになったようですね。褒めてあげますよ。マフィアの飛空艇が見えてきました。ランドソル目前ですが、ギリギリ間に合ったようですね。さて、私一人でも戦力過多ですが、一瞬で片付けるためにも助っ人を用意しましょう。ええ、私です。私ほど頼りになる助っ人はいないでしょう。向こうの飛空艇に追いつきました。飛び移りますよ。おお、なんだてめえら、俺たちが大間マフィアだと知っての。黙りなさい。野郎ども、こいつらをぶちのめせ。魔物も解き放って構わねえ。やれやれ。少しは楽しめるといいのですが。それでは我々に強化を。セブンクラウンズの恐ろしさ、その一端をお見せしましょう。大間マフィアたちの確保、感謝します。もし計画が実行されていたら、ランドソルはどうなっていたことか。魔物や呪物については我々の方で対応中です。ご安心を。それでは失礼いたします。私のおかげでランドソルは救われましたね。予想以上に連中があっけなくて拍子抜けでしたが、ともかくこれでようやく本当にバカンスを楽しめ。少しめまいが。考えてみれば激務の疲れを癒すためのバカンスだったはずですが、休むどころか島クジラや今回の一件でいろいろと忙しかったですからね。疲れが出たのかもしれません。
ふむ、私と一緒に写真を撮りたいと。許可しましょう。ただし一つ条件があります。その写真を他の誰にも見せないこと。いいですね？ここは、私は気絶していたというわけですか。どうやらあなたには心配をかけたようですね。もう大丈夫ですから。そうですか。では、お言葉に甘えて。どうしたのです？そんな情けない顔をして。なぜ謝るのですか？あなたに非などないでしょ？今回、あなたの人助けに付き合うと決めたのは私です。その結果の責任は、当然、私にあります。要するに、あなたが気にする必要などないのですよ。それでも両親が咎めるというのなら、そうですね。もう少しだけ私を看病しなさい。ええ、お願いします。できるならば、ウサギの形にしてもらえますか？ふむ、時間はかかりましたが、それなりに形になっていますね。器用さのテストは合格点を上げてもいいでしょう。以前と比べて随分と成長しましたね。少し感慨深くすらあります。ではいただくとしましょう。なんとも不思議な味がするリンゴですね。いえ、美味しいのですが、これは一体。なるほど。噂には聞いたことがあります。イリス樹海になる希少なリンゴだとか、随分と高価だったでしょう。お小遣いをほとんど使い果たしてしまったのでは？まったく、相変わらずのお人よしですね。どしがたいほどです。私とは正反対の性質。だからこそ、あなたは、いえ、何でもありません。それよりも、リンゴのおかげか、だいぶ回復してきました。バカンスはまだこれからです。もう一度、大間に出かけましょうか。夏を、あなたと楽しみたいですから。ようやく戻ってきましたね。もう随分と暗くなってしまいましたが。あ、お姉さんたち、待っていましたよ。兄を懲らしめてくれてありがとうございます。あのマフィアの男と会ったのですね。ええ、随分と懲りて自首する気みたいです。あんな女がいる限り悪いことなんてできねえと言っていましたよ。帰ってきたら一緒に店を手伝ってくれるって。お姉さんにはぜひお礼がしたいと思っていたんです。私にできることがあれば何でも言ってください。そうですね。ではこの店を貸し切らせてもらえますか？それくらいお安い御用です。ちょうど客のいないタイミングですしね。飲み物と食事をご用意しましょう。ゆっくりしていって。いえ、結構です。それよりしばらくの間外してもらえますか？はい、ごゆっくり。さて、これで二人きりです。夜の海というのもなかなか風情のある雰囲気ですね。今日はいろいろとありましたが、これはこれで悪くないバカンスかもしれません。あなたという人間のことを改めてよく知ることもできましたしね。ええ、世界がこのようになる前からずっと興味を抱き続けてきました。あなたは
特別な存在ですから。いい機会です。私のちょっとした秘密を教えてあげましょう。もっとも本来はあなたも知っていたことなのですが、知っての通り私はどのような存在であろうと模倣できます。それがセブンクラウンズたる私、メタモルレグナントの権能。しかしそんな私にも模倣できないイレギュラーが存在します。あなたのことですよ、アキラのプリンセスナイト。厳密には姿形だけならば模倣をすることは可能です。このように一見完璧に見えるかもしれません。しかしこのコピーは外見しか模倣できていません。その中身は全くの空っぽ。消えなさい。私にはあなたが何を考え何を信じているか理解できません。そのためあなたとして喋ったり行動することができないのです。だからこそ私はあなたの見ている世界が見てみたい。あなたが何を考えているのかを知りたい。あなたになってみたい。アキラはかつて私にこう言いました。セブンクラウンズである私にあなたはコピーできないと。ですが私はそうは思いません。あなたとつながりを持つことで私自身にも多少の変化が生まれてきました。このままつながりを深めていくことでいつかあなたのことを理解できるようになるはず。あなたの見ている世界はどのようなものなのでしょうか。それは何よりですね。これからも自分の思うがままに生きるといいでしょう。いつの日かあなたすらも私は取り込んでみせますよ。それはそうと、本日の採点結果ですが80点といったところでしょうか。予想外の高得点でした。ですが注意深く観察すればもっと良い点数が取れたかもしれませんね。気になりますか。答えは秘密です。少し一人でこの辺りを散歩してきます。私の言葉の意味をしばらく考えてみるといいでしょう。彼にはああ言ったものの、真相にたどり着けるはずはありません。まさか私が倒れたことが演技だったなどとは夢にも思わないことでしょう。セブンクラウンズたる私が激務が続いたり少々権能を使いすぎた程度で倒れたりするわけがありません。あれはテスト。万が一私が倒れた際彼がどう対処するかを確認するためのシミュレーション。結果は上々。特に状況を理解してすぐに私を病院へ連れて行ったのはいい判断でしたね。あの運び方は予想外でしたが、彼があのような表情をすることも予想外でしたね。観察結果に不満はありませんが、今後はなるべくああいうテストは避けた方がいいかもしれませんね。
切ないという感情には縁がないと思っていましたが、あなたとのこのひとときもいずれ終わると考えるといささか寂しいものですね。今の言葉は他言無用ですよ。秘密を共有することで人はより絆を強固にできるようですね。つまり私たちのつながりは特別なものだということです。きらめく満天の星々、アストルムの夜空はまさに星の海といって差し支えないでしょう。この私ですら息を呑むほどの美しさです。かつて敵対していたあなたとこうして隣り合って夏の夜空を眺めるなど、以前の私には想像すらできないことでした。これからもあなたは私の想像を超えてくれるでしょう。期待していますよ、アキラのプリンセスナイト。とはいえ困った時はいつでも私を頼りなさい。月明かりに照らされた海というのはなかなかに幻想的ですね。たまにはこうして波の音でも聞きながらゆっくりするのも悪くないかもしれません。ええ、そうですね。何も考えずに過ごすとしましょうと言いたかったのですが、どうやらそういうわけにはいかないようですね。まったく次から次へと。まあいいでしょう。せっかくですし、楽しませてもらいますよ。おはようございます。いくら暑いとはいえ、朝からアイスとは感心しませんね。単純なことですよ。あなたの母親と仲良くなり、家に入れてもらった。ただそれだけのことです。まさか、多忙を極めています。そんな私があなたのためにいい話を持ってきてあげたのですから、感謝してもらいたいものですね。ええ、これは取引です。あなたが飲んでくれるのなら、対価として、あなたの望むものをいくらでも叶えてあげます。安定した職業、社会的な地位、あるいは権力。誰もが羨む豪邸。免許取得後であれば、高級車などでもいいでしょう。何がお望みですか？ここに白紙の小切手も用意してきました。好きな金額を記入して構いません。そんなに警戒しなくてもいいでしょう。単刀直入に、アキラとは手を切り、私と組みませんか？ふむ、なるほど。アキラとのつながりの方が大事だと、そう言いたいのですね。あなたならばそう返事をすると思っていましたよ。仮にこの話に乗っていたら、失望するところでした。良い判断です。
ですが、あなたはセブンクラウンズの申し出を断った。あってはならないこと、許されないことですよ。でも特別に見逃しましょう。いいですね。あなたは私に借りができたのです。この借りを返さなければどうなることやら。何を今さら。私を誰だと思っているのです。メタモルレグナント、うつしみネネカですよ。さて、借りは即刻返してもらうとしましょうか。先延ばしにしては利子が増えますからね。返済できるうちに出かけましょう。夏といえば決まっているでしょ。海ですよ。パスポートは持っていますか。なければないで構いません。さまつな問題です。セブンクラウンズと関わりを持つとはどういうことか、多少なりとも理解できたようですね。そろそろ任務の時間です。もう少ししっかり腕を絡めなさい。私たちが親密な関係であることを見せる場面ですよ。細かいことは後で説明します。今は重大な作戦の最中ということだけ認識しておけば問題ありません。私の言う通り、堂々としているように。もしもしくじったなら、わかりますね。では前を見て。こちらに向かってくる屈強な男性、彼はマフィアのボスのボディーガードです。ええ、おかしな真似はしないように。困惑を表情に出してもいけません。何があったとしても私に合わせなさい。そうすれば安全は保証します。お会いできて光栄です、ネネカ様。よくおいでくださいました。ボスも喜んでおります。そちらの方は。旦那です。まったく、まだ旦那と呼ばれることになれないのですか。しょうがない人ですね。まあそこが可愛いのですが。旦那様でしたか。これは失礼をしました。随分とお若い方のようですが。無理もありません。日本人は童顔に見えがちだそうですからね。我々はこんなにも愛し合っているというのに、すぐには夫婦と信じてもらえず困っているのですよ。あなたからも何か言ってあげなさい。承知しました。お時間になりましたらご案内します。それまではお二人でごゆっくりビーチをお楽しみください。今夜の取引どうぞよろしくお願いいたします。それでは。さて、もう周囲に人はいませんね。黒原まではゆっくりと海を堪能することにしましょうか。嵐の前の静けさかもしれませんからね。今夜裏社会である取引が行われるという情報を入手しました。表向きにはただの商談、その裏では世界的なマフィアが絡む密談が。この取引がいずれ世界を揺るがすことになるだろうと、そう目されているのです。私はその取引を阻止しにここに潜り込みました。先ほどのマフィアの乗客として。現実世界がむちゃくちゃになってはアストルムどころではなくなりますからね。いいえ、これは私の他の顔、内閣情報調査室所属のスパイとしての仕事です。おや、そのキョトンとした表情、知らなかったのですね、妻の職業を。ラブラブ夫婦なのに。冗談です。知らなくとも構いませんよ。お互いのことを知る時間はまだいくらでもあるのですから。さあ、仕事の話をしましょう。今日は完璧に私の夫を演じてくださいね。何があっても動揺せずに愛妻家として振る舞ってください。
なんといっても世界の命運がかかっているのですから。世界を救う秘密のミッションというわけです。素敵な新婚旅行でしょ。本来無縁の世界に関われてあなたは本当に幸せ者ですね。感謝してくれて構いませんよ。それならばなおさら私に協力すべきですね。任務さえ片付けば帰れるのですから。せいぜい頑張りなさい、私のダーリン。なんなのよこの記憶、ありえないわ。だってこの後の記録じゃたった2日で世界を股にかける犯罪組織をネネカが潰したことになってるのよ。スパイ映画じゃないんだから、そんなのいくらなんでもむちゃくちゃすぎるわ。考えられる可能性は2つね。1つは今の記憶がネネカによって改ざんされたものってパターン。もう1つの可能性は信じがたいけど実際にあったってパターン。ネネカのことだからどちらもありえるわね。セブンクラウンズは常人では考えられないことをやってのけるから。何にせよ今は協力してくれているけど、ネネカは秘密だらけ。何が真実か見極める目をしっかり持ちなさい。今回はここまで。暑いからってお腹出して寝たりしないようにね。じゃバイバーイ。お目覚めのようですね。おはようございます。お互いいい夢が見られましたね。あの夢が作り物か、あるいは現実にあったことなのか、それは秘密です。あなたのご想像にお任せしましょう。ああ、そうそう、夢の続きが気になるのならばいつでも話してあげますよ。スパイ映画さながらの刺激的で楽しいひとときでした。それはさておき、もう夜も遅いですし、そろそろバカンスを終えるとしましょうか。ところで、約束はちゃんと覚えていますか？私とどんな夏を過ごしたかは。ええ、その通りです。そうやって秘密を持ったことで、あなたはより成長できるでしょう。あなたが今後、どのような人間になっていくのか。楽しみに見守らせてもらいますよ。